はい、レオンです。今回はね、GT ウルトラ2からね、Google Play Store にアクセスして、ダウンロード、インストールした KM プレイヤーの紹介、ちょっとやっていきたいと思います。これも iPhone に入れてるやつなんで、これも動画と音楽両方 OK なんで、これ自動で入るんですよ。このビデオに動画入ってるやつ全部自動で入るんで、音楽のちょっとまずちょっと聞かせてみようか。これね、音楽はこちらですね。こうやってアルバムがいいのかな、アルバム不明、これじゃないな、これ消すことできるんだ。こうやってバイオハザード、バイオハザード一番下、なんか音が、音はちっちゃいな、何で、もっと上げたんだけどな、さっき。目いっぱい上げてたんだけどな、なんでだろう、また下がってる。エコライザーの調整とかもできるんでね、これがエコライザーなんですけど、こうやってこうやって、NCS もあるし、動画ももちろんできるんで、これやってみようか。ちょっと暗いな、なんでだろう、明るくしたんだけど、もうちょっと上げようか。あ、そっか、これでできるんだ。そういえばこれ左側でね、明るさ、右でボリューム、こうやってI'm sorry.
回今 AKB の動画が切り替わったんですよ。だから一旦切ったんでね、この辺でちょっと終わるんで、はい、今回ね DT ウルトラ2からね、あのアクセスして Google プレイストアの方からねダウンロードインストールしたゲームプレイヤーのね紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。引き続き撮るんでね、アプリの紹介。はい、失礼します。